薬。こんにちは、解説チャンネルちゃんです。今日は哺乳類最強の部類に入るイタチ、クズリの解説です。イタチといっても体長は約1メートル、体重は約30キロと、イタチ科の動物ではオオカワウソに次いで2番目に大きな動物です。生息域は暑さに弱いことから、ロシア北部等の亜寒帯気候の針葉樹林が広がる大河地帯と、さらに北側の永久凍土が広がり、雨が少なく緑がほとんどないユーラシア大陸北部、北アメリカ北部などの寒帯気候のツンドラ地帯で暮らしています。クズリの唯一弱点といえるのが暑さで、気温20度を超えるところではその姿をほとんど見かけません。そういったところで暮らし、岩の隙間や他の動物が作った古巣に葉っぱを敷いて巣を作り暮らしています。夏の間は好みや小動物を飼って食料にしていますが、冬雪が積もっている時は大型の動物も捕食することがあります。知能が高く戦術に長け、木の上に登って獲物が来たら上空から一気に襲いかかります。雪の上でうまく歩ける足の形をしており、万が一外れてもうまく逃げれるからです。平地ではその構造も発揮できないためか、夏の間はそういった行動はしないそうです。でもライバルはトラヤクマであると言われるほどの戦闘力を持ち、性格もしつこく、相手が諦めるまで攻撃をやめません。その性格のためか、クズリを積極的に捕食しようとする敵はおらず、トラヤクマも同じ獲物を狙うライバルだと思っているとされています。クマと同じ大きさの爪に加え、上下2本ずつの牙を持ち、上下8本ずつの小臼歯は太い骨も噛み砕けるほど噛む力も強いのです。小さいのに強いのですね。小さいのに強いといえば、熱帯地域に暮らすラーテルが思い浮かびます。同じイタチ科で熱帯地方では同じように最強説のある動物です。生息域が全く違うので、お互いにその存在すら知らないかもしれませんが、出会ったらどっちが強いのか気になりますね。今回解説しているクズリの方が一回り体は大きいのですが、ラーテルも怖いもの知らずのハンターです。いい勝負になるでしょうね。同じイタチ科、意外と仲良く共生するのかも。想像が膨らみます。オスのクズリの行動範囲は広く、45キロほどの県内をテリトリーとしています。そのテリトリーの中で複数のメスと関係を持つ一夫多妻制の文化の中で暮らしています。1月頃から赤ちゃんが生まれてきます。1回の出産で1から5匹ほど生まれて、その姿は 100g ほどの真っ白な姿です。1年ほどで大人と変わらない大きさに成長しますが、3歳になるくらいまで母親の元で暮らします。やはり小さい頃は敵も多く、狼や熊、猛禽類などにも捕食されやすく、最強の哺乳類といっても油断はできませんね。寿命は13歳くらいとされていますが、野生下では7から8歳だそうです。飼育下では19歳まで生きたクズリも確認されています。野生で暮らすのは大変なことがわかりますね。以上がタイガ、スンドラ地域最強説のあるクズリの解説でした。残念ながら日本では動物園でも野生下でも見ることができません。日本の夏は暮らしていけないのですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさいでございます。